んたたち、なんでこの家に？僕たちはこの家に勝手に住んでる。つうわけで、ここは俺たちの家だ。外の方はどうかお引き取りを。これは？両親が残してくれた遺言状です。この桃地家は私の亡くなった両親が私のために残してくれたものだってしっかり書いてあるんだから。でも君は出て行って、ここは君の居場所じゃない。愛はただ、その言葉の本当の意味も私何も分かっていなかったんだ。今の君が諦めたくないものを大事にしたらどうだい。さて、どう演じてくれるんだ俺のヌエ。獲物、桃地の地、邪魔をするな。ひまり、僕の姿を見てはいけないよ。我が命によりお守りの力を持ってあやかしを捕らえよ。葵か、お守り。幸運ほどの命でもなかろう。どういうことなんだ。彼女だけは助けたはずなのに、ひまりを助けられなかったら僕が今まで生きてきた意味がないんだ。桃地さんちのあやかし王子、2024年1月5日より放送開始。いやー、なんとか切り抜けましたな。マギアルプスとの戦いに勝利したことで、マッシュたちは着実に神格者へと近づいていた。お前魔法が使えないって本当か？実力を発揮。使えます。魔法使えます。緊急尋問を行う。バグは早めに処理しなければいけない。ガー、感動や。マッシュに友達ができたなんて。きっと続きますよ。彼は魔法が使えない。じゃが、失うわけにはいかんのじゃ。男前ナイスガイ。実力を示してもらう。今年の神格者候補になることがその証だ。受けて立ちますよ。全力でね。雑魚は価値がない。だから僕が雑魚をどうしようと勝手じゃないの。純粋に強さのみを求めた私と、果たしてどちらが強いかしら。お前が今していることは前代未聞の挑戦だ。勝って初めて挑戦は報われる。我々魔法局への宣戦布告。探したぞ、マッシュバーンデッド。魔法が使えない者が神格者を目指す。もちろん失敗すれば即処分。無敵なんで自分かかってこいよ。マッシュル神格者候補選抜試験編、24年1月より放送開始。人類最弱兵器。汚名を返上できるように頑張りなさい。まだだ、生き残るんだ絶対に。リジェンスよ、もっと体を大事にしてよ。めちゃくちゃ心配したでしょ。ハンターは命がけの職業です。生き延びるためにはたった一つ、臆病でいてください。嫌だ、死にたくない。水城ハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか。装備は整えた。やるべきこともやった。逃げるのには自信がある。さて、行くか。簡単に死ぬつもりはないから、お前たちも粘ってくれよ。熱く、熱く戦おうぜ。この上なきゃ熱く。少しは強くなれたと思った。どれくらい強くなれば、あざ笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。今の俺なら、お前は俺がやる。
めろって言うんだよ。怖くないと言えば嘘になる。諦めたらそこまでだ。もっとレベルアップして全てを取り戻す。こんなところで生き耐えてたまるか。実を何者なんだ。面白い。さてこちらも始めましょうか。来たるべきその時のために。 C 級ボスと E 級ハンター、文字通り次元が違う。宣言でっかい。あいつは俺がやる。ハンターがハンターと呼ばれる理由は本当の狩りの始まりだ。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。アッシャーは常に悪魔の脅威にさらされている。その境界線で戦うのがエクソシストだ。学園祭めちゃめちゃ楽しみだ。兄さんは単純でいいね。何か隠しているぞ。色恋にうつつ抜かしとる暇ないんや。短い青春を満喫することが悪か。初めて気があったな。これからみんなと同級生だよ。よろしくね。少しは人の裏側を見るってこと覚えたら。今アッシャーに魔の手が忍び寄ろうとしている。本会議の内容の公害を一切禁ず。一体あれは何だったんだ。私は誰も信用してない。神木出雲を探せ。どうしてそれをあんたが。答えろ答えろ。本当の僕は知らない。いいね。面白くなってきた。なんだあいつは。あなた方聖獣直使団に宣戦布告しに来たのです。中途半端なヒューマリズムなんていらないんだよ。イルミナティの真の目的は何なんだ。僕らも強くならなあかんね。私の一番大切なもの。俺たちで絶対取り戻してやる。青のエクソシスト島根イルミナティ編。戦略よ、現れたか。上天帝の神官が追い詰められて救援を求めた。鬼市を知っているか。人間界との境に位置し、機械一華やかな地だとか。神官を隠しておくにはもってこいの場所。鬼市が誰の縄張りか知っているか。もしやホアチョン。長く長く来てくれて嬉しいよ。それがサンランの素顔。言っただろ、本当の姿で会いに来るって。太子殿下に聞く。その赤い衣の少年とは一体何者だ。太子殿下気をつけて。神官失踪の件にきっと関わってる。俺の領内で騒ぎを起こすとは随分と度胸があるな。殿下、ことによってはあまり関わらない方がいい。届きたくて強く歩み行くそのすべて。あなたたち天上の神官も姿を変えて人知れず後ろ暗いことをしている。永安神官、白衣火星を見たことは。もし騒ぎが起きるなら根こそぎ始末する。きっと何か誤解がある。数百年前方針の名で私の親族を殺し国を乱した。竜禁煙で殺戮を行った方針国士はそなたか。何年も前に誓いを立てた。剣では殺さない。私の成績を剥奪し追放してください。兄さん一緒に。サンラまだ美女たちとの出会いが待っておるのだ。滅ぼしということだ。カーカンの顔知りたいだけなんで。まさか拙者と祝言をあげい。浮気は許さないっちゃよ。入れ替わった。生き量というやつ。ラム、もしや男。滅ぼしこける。色男が欲しい。俺にデートしてあげましょう。滅ぼし貴様。ラムのアホ。誰がアホだっちゃ。
ちゃった。僕は人間なんだよ。あるわけないじゃん、そんなの。バカじゃないの。アララギ君、何かおかしい。キスショット。僕は人間なんだよ。あるわけないじゃん、そんなの。バカじゃないの。アララギ君、何かおかしい。そうか、わしは吸血鬼じゃ。ユキに憧れてた。ユキは俺にとって聖域だったから。大事にしてきた。砂場で見つけた光る石をくるむみたいに。待って、寂しいから置いてかないで。これは寂しかった子供たちが大人になる途中の話。俺？あくまで次のギター見つかるまでのつなぎっつうか、期間限定な。それにお前とやってみたいことがあるんだ。このデモ作りかけのままなの？やりたくねえ。元彼の曲ね。ラブレターみたいなものでしょ。どっちみち何もかもこれから変わっちゃうよ。お前はすげえな。なんだかんだ一番舞台の近くにいる。なんで上野山くんはヒイラギのサポート受けたの？想像以上にあいつらがかっこよかったからだ。俺はユキってやつがお前以上とは思えねえ。ユキは魅力的な男だったよ。だってお前もユキのことが好きだったから。お前が好きなんだけど。なんか分かっちゃったかも。ユキが書きたかったこの曲の続きが。は？お前黄色もらったことねえの？そうやって格好つけて欲しがるのやめるな。命を持ってろ！